先輩ヨーダ、はい、後輩ヨーキ。ヨーダって一番怖いじゃん、言っても。うんうん。頑張ってもらいたい。ヨーキちゃんできるよね。基本三期怖いっすね。あ、余裕じゃん。あ、余裕ね。攻めるか守るか。守ろうか。守る。クレイジーヨーダが弱気な発言。あ、攻める、攻めよう。四つ。四つ。結構。よ、どら。あれ結構ビリだね。顔を最後にねじ込んだ方がいいよ。もう。やった。やった。ヨダ、やったよ。ブラボー。ブラボー出た。ブラボー、ブラボー。早っ。いやいや、余裕じゃない。行ってない。結構危ない。結構危ない。マジでこっちから見てたらもう全然余裕に見えたけど、陽気自分ではどう、行けた感じした。分からない、分からない。さあ陽気入ってたんでしょうか。写真見てみましょう、どうぞ。アウト。ヨダがパイを食らうことになりました。じゃあ陽気見といてな。今から先輩のヨダがさ、陽気のせいでパイ食らうから。いやでもここまで頑張ってくれてありがとう。ごめんなさい。目閉じた方がいいですよね。まあ目開けたままいけないでしょ。それではパイ3、2、1、どうぞ。うわさあヨダ、ヨダがパイが、あれちょっと取ってあげて。なんか下だけこうなんかさ全然見えてるね。大丈夫、大丈夫。どうヨダ、なんかすげえ面白い顔してる。ヨダだって分かんないね。ちょっとこれ写真撮りたいですね。いいね。